Yeah!
伸ばせるウィンターライブ2014花始まりました。トップバッターの歌子りくんです。よろしくお願いします。お願いします。僕たち歌子りくんはですね、はい、海外のプロロックバンドの、はい、マルーン5という、バンドをカバーしている、はいはいはい、バンドでございます、はいはい。そしてですね、まあ、今日は、人類の皆様と、はい、まあ、交流できる、そうですね、交流できる機会ということで、貴重なとない貴重な機会になってますね。そうですね、はい、で僕たちも心待ちにして楽しんでやっていこうと思うんですけど、はいはい、まあ、そうですね、僕たち紹介の動画でもあったと思うんですけど、はい、まあ、バンドテーマというのがありまして、はい、まあ、アカペラ、練習すると思うんですけど、僕たち練習って呼んでなくて実は研究って呼んでるんですよね。研究ですね、はい、で日々研究を重ねることに、はいはい、まあ、人類の進化というものはそうです、ね、どういうものなのか、はいはい、ということを、まあ、早速考えながら慣れてます。そうですね、あ、一応アカペラのライブなんで、あの、そんなに一応そこだけ忘れずにということですね、はい、まあ、入りの方でちょっと気づいた方いるかわからないんですけど、あの、人類の進化ってこう猿からどんどん人間に変わっていく、はい、あの図をちょっと表現というか、あの、体現みたいなことをしてたんですけどね。僕たちこうちょっとあれにちょっと疑問を持っていて、はい、あれ真ん中もう格好的に完全にレスリングじゃないですか。そうですね。どんな果たしてどんなことやってみてもらっていいですかね。そうですね。いや、果たしてこれはあの猿から人間に行ってるのか、もしくは途中でレスリングを経由して人間に行ってるのか、それはどっちなんや。競技名ですね、レスリングは。レスリング人ではね、レスリングやとしたらもう吉田沙保里やからね。そうですね、もう途中からめっちゃ強いから、あの、猿から人間に上がっていく中でもう途中で戦闘力がすごい上がっちゃう。人類最高到達点ピークをそこで迎える。猿と人間のハーフはやっぱ強いんですよ。純粋な人間よりもやっぱ強さが、そうですね、ハーフの方が。あの、この時点で吉田沙保里やったらそれ以降何みたいな。ああ、真ん中で。そう、真ん中で吉田沙保里の強さやったらもうそれ以降何みたいな。3人もいますからね、まだ。そうですね、割とこうひょろひょろな吉田沙保里には絶対負けるだろうなっていう3人吉田沙保里。身体能力で言ったらもう絶対ムロフシしておらんからね。もう猿吉田沙保里、ムロフシみたいな。進化とかないから。急激な成長が絶対おかしいよ。強いです。人間どこにも入ってないですよ。吉田沙保里から進化する過程に何があるかなみたいな。吉田沙保里、室伏で、行くとしたらやっぱ吉田沙保里と室伏の子供くらいしかやっぱりないですよ。サラブレード血を抜けていかないの血統書付きですね。まあ、ちょっと無理かなっていうのがあって、まあ、そういう感じで、まあ、今回ウィンターライブ花ということで、はい、やっぱりこう花って、まあ、お花じゃないですか。そう、まあ、僕らのバンドの中でこう花って何やろうなって考えたんですけど、やっぱこう花、お花じゃないじゃないですか、はい、まあ、ゴリラなんで、どちらかといえば鼻くそかな。そうですね、鼻くそですね。鼻くそって感じですね。まあ、もう季節も季節なんで、ちょっと風の引きやすい、体調崩しやすい時期になってきて、はい、で、まあ、鼻水がもう、あの、細菌とかをブロックしてくれるんですよ、はい、まあ、それがなかったら、やっぱこう風邪も引いちゃいますしね、はい、まあ、そんなこう汚くてもなくてはならないものを鼻にこう、なろう。え、俺らが鼻くそなの。そうです。俺ら人類の進化を辿ってるバンドじゃないですか。そうです。そう、あの、僕らから言ったらもう花はもう鼻くその花なんで。ああ、なるほど。まあ、なアカペラも関係ないし、ライブタイトルも関係ない。脱線しまくり。脱線バッターからすごい。まあ、そういう感じ。どういう感じなのか全然わからない。その説明しかしてないですね。そうですね、あの、その感じでやってね、はい、います。そうですね、もうちょっとこれあんま喋りすぎてアカペラから脱線するんで、もう脱線しますよ。すいません、申し訳ないです。そろそろアカペラに戻りますか。もう一曲、マルーン5の曲を、はい、次の曲がハンズオールオーバーといって、はい、まあ、ちょっとした身振り手振りもあるんで、よかったら皆さん一緒に、まあ、こういう感じの身振り手振りなんですけど、よかったら一緒にやってください、はい、それでは次の曲に行きます。マルーン5のハンズオールオーバーです。Put your hands up, love, and give me what gives me what.
僕ら歌ぐるくんゴリラということで、まあ、実は僕投げてたんですよね。そうですまあでもこれも求愛コードなんでね、まあ来てくれてありがとうみたいな感じです、ね、なんかすごい汚い話をするんですかそのいやいや、まあ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 トップバッターですよ、僕たちは。じゃあ、まあ、あの話戻りましょう。あの人類の進化の、まあ、そこには戻ってないです、戻ってないです。赤ペラペラに戻って人類の進化に戻ります。違います、テーマは人類の進化です。僕らのバンドは赤ペラ、人類の進化ですね。まあですね、まあ、血と血を掛け合わせたら最強なのみたいな話をしてたんですけど、はい、やっぱりこう、はい、どうすれば最強っていうか、何が最強なのかな。まだそうなんですか。やっぱり、違うんですよ。やっぱり僕は女性が一番最強だと思うんですよ。やっぱりこう吉田沙保里しかりみたいな、まあ、あのやっぱりこう血と血を掛け合わせるって言ったら、あの結構競馬とかもそうなんですけど、まあ明後日ですね、28日天皇賞っていうのがあるんですけど、あ、そうす、まあ、天皇賞とかも出てくる馬も、こう牝馬って呼ばれるね、あのゴリラですよ、ね、女の子とかがいっぱい出てくるんですよ、はい、男もいる中で女の子の牝馬が強いっていう、はいはい、まあ、今年の G1 の優勝馬 もうほとんどこう牝馬って言われる、もう女の子の馬ばっかりみたいな、だから血と血を掛け合わせて最強最強作ってした結果、やっぱ女の子なんですよ。はあ、はあ、いやはあじゃなくて、いやはあ、同じバンド、もうちょっと乗って、ちょっとちゃいますよ、ちょっと待って、もうちょっとこっち研究内容が違う、違う。で、やっぱりこう日本の女性も強い人いっぱいいるじゃないですか、やっぱりサバ誉れであったりとか、サッカーね、サッカー、はい、強いね、ちょっと。でも日本といえばやっぱ柔道の柔らかちゃんとか、ああ懐かしいですね、まあ谷亮子選手、まあ吉田沙保里選手、確か15連覇ぐらいしてたよね。世界選手権、日本選手権なんか15連覇ぐらいしてたけど、まあ、谷亮子選手も、まあ、負けず劣らず、確か7、8連覇ぐらいしてたんですよ、日本選手権。いや、強いなと思って、はい、でも、まあ、やっぱりこう進化って力だけじゃないじゃないですか、はい、まあ、人間社会動物、はい、まあ、こう知恵であったりとか、はい、まあ、そうですね、まあ、やっぱこう頭の良さみたいなのがあるんですけど、科学力というか。じゃあ谷亮子選手今何やってるか、はい、知ってます？知らないです。知らないです。議員なんですよ。おー、今もう国会で働いてるんですよ。はあ、大丈夫です、この話着地点あります。着地点あります、あります。いや、あ、うん、あ、ある、うん、ある大丈夫、いや、そうなんですよ、こうあんだけ柔道強くてプラスやっぱこう政治に参入できるこう知識があるみたいな、やっぱりこう女性はね、僕はあの最強を作る上でやっぱ必要不可欠であるなと思って、はい、そうですね、はい、で、まあちょっとやっぱりそういう考え方を普段からしてるんで、はい、結構最近こう聞くのが怖いと思って、はい、女子会、はい、いや何やってんの、いや、そんな戦闘力高めやってんの、戦いじゃない、女子会って何、いや、そろそろね、赤ペラに戻って、僕たちあのマルーン5をやってるんですけど、マルーン5に一切触れないと、まあ、知らずに女子会の秘密を探る、いや、女子会怖ないですか、だって絶対あれですよ、あのこの状態でこうやっぱこう社会的にもね、あのやっぱこう女性専用車両であったりとか、そ、まあ、後日レポートに、そろそろじゃあ決めないよ、まとめましょう、絶対に3年後スポーツジムで女子会やってるわ。何の話なんだろう、勝手にやってくださいよ、それぐらい、まあ、そうですね、まあ人類の進化は難しいってことを皆さん分かってくれたと思うんですけど、あとは、まあ、女性がまあやっぱ優れてるよっていうお話でした、はい、まあ、もう男ばっかりですけど、まあ、あのライブのトップからまあこんな話を聞かされてないと思うんですけど、まあ、この後もこういろいろ楽しいバンドが出てくるので、はい、まあ、これからも楽しんでいてください、はい、まあ、僕らの研究発表としてはまあこの辺でお開きしようかなと思います。歌の方で盛り上がってください。そうですね。はい、じゃあ最後の曲に行きましょうか、はい、最後の曲も、バルーン5で、こちらは、ラッキーストライクという曲です、はい、ちょっとノリノリなんで、まあ、よかったら手拍子とかもどんどんしてください、そうですね、お願いします、はいはい、
ありがとうございました。